中島めぐみは、関西テレビコンテンツデザイン局アナウンス部所属の、アナウンサー。現世は林。奈良県出身。手塚山中学校、高等学校卒業、同志社女子大学学芸学部メディア学科に入学。大学在学中の2008年の3年時には、ミス同志社女子に選出。2010年3月、同大卒業後の同年4月に、関西テレビに入社。 同局での初泣きは、アナウンサー研修以後の夏に、定時ニュースで行うが、中島は、同局で放送していた、高人胸いっぱい同年5月29日放送分の、企画、事業仕分け。関西テレビ新人女子アナは誰だで初泣き。以後、バラエティ番組とニュース番組のスポーツキャスターと、スポットニュースを担当し、2017年3月から、報道ランナーの、 サブキャスターを担当。プライベートでは、2012年10月12日、同じ番組の共演者かつ、新入社員時代のチューターであった、アナウンス部の先輩である、林博之と結婚した。その後、出演番組をのきなみ交番し、2019年3月末付けにて、三級を取得。産級後も一部レギュラー番組に出演という形式を採用していたが、 同年8月21日に第1子を出産したことを対外的に発表。ただし、前述の産休発表後もレギュラー番組に出演していたこともあり、林との意向で正確な性別と生誕秘等を発表していない。産後は育休を経て2020年9月に復帰。2017年以後は主にナレーションがメイン業務となっている。テレビラジオ、ありがとうございます。